あ、本当ですか？嬉しいな。やっぱり歌っていいです。みんなと心が一つになります。私って寂しがり屋なのかな。あんたたち、こんな路上で何してるの？辰巳さん！今何しようとしてたの？ハレンチ、ハレンチよ！でも、今日はもうお仕事ないって。お仕事関係ないでしょ！いつどこでカメラが狙ってるかわからないのよ！離れて！今すぐ離れなさい！逃げよう！待ちなさい！ずいぶん走りましたね。これが駆け落ちってやつですか？そうですね。あ、見て、ここ道みたいになってませんか？この先って禁足地ですよね。行ってみましょうか。いいじゃないですか、肝試しですよ。夏の風物詩じゃないですか。来週で映画もクランクアップなんです。その後は私、東京に帰らなきゃいけないから、多分今がラストチャンスなんです。はい。はい。結構歩きましたけど何もないですね。あ、見て、星が綺麗。綺麗ですね。まるでプラネタリウムみたいです。あれ？あそこの森、人影に見えませんか？気のせいでしょうか。今少し動いたように見えたんですけど。警告したはずだ。え？警告？この町を出て行けと。もう遅いだから。お前は何も知らなくていい。知らないまま、ただ死んでいけ。脅迫状？脅迫状？もしかして！転校生よ。家族を不幸にし、女一人守りはしない。そんなくったらない人生を今ここで終わりにしてやろう。いた！二人まとめておしまいだ。
今の人、一体…だからさ、私に直接かけてくるの、本当にやめてくれる？何かありすぎなのよ。ったく。まとめるわよ。あんたが言ってたナイフ、そんなものは現場に落ちてなかった。血の跡も何もない、痕跡ゼロ。その一方で、金属地の丘から少し下った大木にナタの跡のようなものが残ってた。なんか思いっきりガッと叩いたような、そんな跡ね。あなたたち二人の証言にも大きな矛盾はなかった。だから私がもう少し調べてみるけど、正直自信がないわ。失踪事件以来、証拠らしい証拠って何も上がらないの。おかしいと思わない？まるで夏の日差しに蒸発したかのように。それとあんた、ニカレイ。あ、はい。あんたのお父さんの筆跡鑑定ね、あれ白だったわ。脅迫状を書いたのは別の人物。父ではなかったってことですね。そう。だからあんたらを襲ったそのパンダ男の言ってることが正しいとしたら、そのパンダ男を。パンダ男って何？本当にいたの？そんな能天気なお祭り殺人鬼。まあ、あんたらの話が狂言でないとしたら、殺人鬼がこの御果て町を徘徊してるってこと。狂言って？言ったでしょ、私は疑うのが仕事なの。誰の味方でもないから。そのあたり誤解しないで。レイ。あ、辰巳さん。もうこれ以上私たちに心配をかけるのはやめてちょうだい。ごめんなさい、撮影には迷惑かけないようにしますから。残念だけど延期になったわ。え、何が？撮影は延期よ。場合によっては中止もありえるわ。そんな、そんな、あと少し、あと少しで完成なのに。あなた、私の言いつけを守らずに金属地で暴漢に襲われたんでしょ？ん？暴漢バージョン？今回は足の捻挫で済んだけれど、相手に殺意があったらどうなってたと思うの？あら？殺意がなかったバージョン？こんな状況で映画の撮影なんて、私が許さない。そんな、じゃあこの町には？もうここにいる意味はないわ。帰り自宅をなさい。いや、嫌です。レイ。まだ帰らない。私まだ終わってない。思えば現れる。私の中に思いがある限り現れるの。だから私の目の前に現れるまで私はやめるわけにはいかないの。現れるって一体誰のことを言ってる？それは、それは違うわ、山田さん。いえ、二階堂さん。でもういいわね。当然でしょ、彼女は私の教え子なのよ。山城先生！先生なら分かってくれますよね。思えば現れる。お母さんは迎えに来てくれる。きっと。二階堂さん、私はそんなこと書いていないわ。思えば現れるというのはそういうことじゃないの。そんな都合のいいものじゃない。思えば現れる、現れるのはあなたの心。誰でも心の中に誰かへの思いを抱えている。その思いを抱えていることこそつながっているということ。たとえ姿や形が見えなくても、この世界の断りの中では一方通行に見えたとしても、あなたとはつながっているの。違う違う違う！
レイ。そんなことじゃない。そういう話をしたいんじゃないの。私知ってるの。この町にお母さんはいるのよ。あなた、なぜそれを。子供の頃に聞いたの。この町にお母さんが逃げてきたって。ずっと待ってたんだから。お母さんが私を迎えに来てくれるのを、あの父親から私を助け出してくれるのを。お母さんが私を置き去りにするわけないって。私は会わなければいけないの。会う必要がある。いえ、会う権利がある。たくさんたくさん言いたいことがたくさんあるの。だから映画を撮るの。この町で、見果て町で、お母さんが見てるの。撮らせてよ。お母さんが見てるんだから。さよりはね、私の大学時代の親友だったの。綺麗な子だった。真の強い子でもあった。だけどそんな子ってダメな男に引っかかっちゃうのよ。若くしてあの男と結婚した時、本当に心配したわ。辰巳さん、何を言ってるの。そしてさよりはあなたを産んだ。17年前のことよ。あなたを産んでからもさよりはあの男の暴力を受け続けた。小さなあなたを育てながらね、きっと自分のことがおろそかになったのだと思う。その後、さより自身が重い病に侵されてしまった。どうしようもなくなったさよりは、あの男から逃げ出した。結果的にそれが、レイ、あなたを置いていくことになってしまったの。この町に来てからもずっと病院暮らしが続いたって聞いたわ。さよりは、ずっとあなたのことを気にかけてた。あなたを迎えに行くつもりだった。そんなの嘘よ。いつかちゃんと話そうと思ってたのよ。あなたが全てを受け入れられるようになったら。持ってきておいてよかったわ。この町で撮影が始まるとき、もしかしたらと思って。あなたによ。これは読んで。最愛のレイへ。この手紙を読む頃、あなたは何歳になっているのでしょう。あなたの成長を見守ってやれなかったこと、あなたが泣いたりわがままを言ったり拗ねたり怒ったり、そのすべてを受け止めてやれなかったこと。ひどい母です。本当にごめんなさい。きっとあなたは私を恨んでいるでしょうね。せめてそれだけは受け止めさせてください。残念ながら、私がこの世界にいられる時間はあとわずかとなってしまったようです。本当ならあなたに会って謝って、あなたを抱きしめてこの世界を去りたい。だけどこれは私のわがまま。あなたにはただ悲しみだけを残すでしょう。そんな自分勝手な去り方、この私に許されるはずがない。だからこの手紙を親友のシャーロットに託します。彼女はあなたの力になってくれるはずです。今日もカラカラと風車が回っています。この町には読み人という不思議な言い伝えがあります。できるなら読み人となってあなたの元に現れたい。あなたを襲うすべての災いを私が取り除きたい。だけどこれも私のわがまま。私には天罰が下るでしょう。ごめんねレイ、本当にごめんね。こんな身勝手な母親だけど、レイ、生まれてきてくれて本当にありがとう。愛してるわ。これからもずっと母、さより。そんな、
女？いつかこの手紙を渡そうと思ってたの。あなたが立派な大人になったその時にサヨリが亡くなったと聞いたのは、私がこの手紙を受け取った2日後だった。見果て町に戻って何をしていたのか、どこにいたのか、親友の私にすら何も教えてくれなかった。多分自分に罰を与えていたんだと思うの。孤独に哀れにこの世を去ることを選んだのよ。その日から私はずっとあなたを見ていた。遠くからずっと、逆境にもめげず、あなたはキラキラと育った。その目、唇、鼻筋、何もかもがサヨリにそっくりになっていった。日本中を元気にしているあなたのその笑顔はお母さんからもらったものなのよ。思えば現れる思い出の中に、心の中に、あなたのまぶたの裏に。先生、お母さん。死とは永遠の別れかもしれない。でも遠くに旅立った人と二度と会えないと思うのはあなたの勝手よ。もしも私があなたの死んだ母親なら、サヨリだったら、私はどんなところからでもあなたを見守っているわ。見えないところからあなたの背中を押し続ける。ずっとずっと。お母さん、お母さん。二階堂さん、思って。その瞬間、その人はあなたのそばにいる。あなたに微笑んでいる。さようなら、お母さん。黄泉人伝説、私の中ではやっぱり伝承ってことで落ち着きました。これでいいんですよね。何でもいいっていい加減すぎませんか。あなただって大事なお姉さんを亡くしてるんだし、思うところはあるはずです。もう一度会いたいと思いますか。蘇ってほしいって思いますか。言ってて恥ずかしくないですか。あ、なんか恥ずかしいです。ちょっと痛いです。あ、こんなところにいたか。ってお前、ついに花子に手出したか。なんだかお邪魔しちゃったんじゃない。私たちかなりお呼びでない感じじゃない。安心しろ、やきもちは焼かない。幸せになってくれ。業務連絡は以上だ。うざい。みんな、どうしたんですか。もう夏も終わるしさ、みんなで写真撮ろうかなって。ひと夏の思い出をでっかいパネルにして部室に飾るの。そうですね、思い出にするにはまだ早いですね。まだまだこれからです。前に進むんだから。
ちょっとあなた、あなたよ、今キョロキョロしてるセーラー服のあなた、歳はいくつなの？そう、13歳になったばかりなのね。私、こういうものよ。辰巳プロダクション。名前くらいは聞いたことあるんじゃない？書いてある通り、芸能事務所をやってるんだけど、あなたさえよければ、私のところに来ない？その顔立ち、もしかしたら、物になるかもしれないわ。一つだけ、条件が一つあるの。親元は離れてもらうわ。私のところに住み込みよ。父親が許さない？そんなの私に任せなさい。それよりも私が知りたいのは、あなたの気持ち、親元を離れて一人で生きていく意志があるか、新しい自分になる覚悟があるか。その頬のあざから、体の痛みから逃げ出す勇気があるか、それだけよ。さあ、どうする？